よし、ではクイナが仲間になったところからクレイラを目指していきましょう。クレイラがどっちだっけ、反対だね、反対を向いているからこっちか、こう回しての、あ、チョコボ乗っていこっか。チョコボごめん、めちゃめちゃチョコボ置いていってる。え、これチョコボ乗れるかな。あ、よかったよかった、乗れないかと思った、よかった。とりあえず行けるとこまで行きましょう。多分これ行ったらそれ以降チョコボに会えないんだよね。あ、呼び出せばいいのか、呼び出せば会えるけど、一旦ギザマルークの洞窟を抜けていきましょう。はい、ありがとうチョコボ、めちゃくちゃお世話になる。あ、そうだよね、そうなるよね。ありがとう、優しく下ろしてくれる。初めての戦闘です。クイナの技で食べるっていうのがあったんだけど、食べれるのかな、どうだろう。食べてください、もっと弱らせないと食べられない。あ、わかったわかった、そう簡単に食べれないのね、死にそうだな。サンダーやばい、フライヤー来たら死ぬ。クイナに一回頑張ってもらって、あ、クイナまあまあ強い、マジか。あー、食べれなかった。クレイラはこっちかな。あ、この砂地のところが多分クレイラだね。次こそクイナに食べていってほしい。一匹ぐらい食べれるでしょ、頑張ろう、これで食べてほしい、頑張って、そろそろ食べれるんじゃない。まずい、やるね、あ、ダメなの。あれ、どういうこと、まずい、まずいってどういうこと。あれ、なんか敵の技覚えたりするとかじゃないのかな、なんかトンチンカンのこと言ってそう。とりあえずじゃあクレイラに行くか、ここだよね、一旦セーブしてから行こう、突っ込んでいきましょう。お邪魔しまーす、クレイラ。ここら辺からはほぼ覚えてないな。クレイラのミッキー、ミッキーで合ってる、人が入れるんだ、砂のざわめきが静かじゃ、これは一体、今のうちに住もうぜ。わかった、そうじゃな、お主の言う通りにしよう。早く行って美味しいものを食べる、あるよ。美味しいもの、美味しいものなさそうだな、砂じゃりじゃりしそうだし。ほう、クレイラの幹、砂嵐の中心にこんな大きな木があるってこと？この砂嵐があるから外から入り込めないってこと？ほう、ブルメシアの人たちはみんなここに来たのかな？こっちでいいの？は、住んじゃった。お、なんだここ。開くよね、多分。どうしよう、扉を押してみる。トントン。時短だよ。ダメだ、開かない。ここは？どうしよう、レバーを操作してみる。お、人為的じゃなくて、機械的に閉じられてたってこと？な、機械的っていうか、あの、抑えられてるのかと思った、敵が来ないように。あ、なんだ、フェニックスの、ありがとうございます。なんかあの氷の洞窟を思い出す、砂嵐が来たら、あ、なにこれ。飲めるかなとか思っちゃった。あ、道分かれてる、あ、これ読めるんじゃない、読めない。あ、宝箱、氷の杖、ありがとうございます。ビビの武器、あ、チャチャチャラチャラタラタラン、チタンがやっちゃうと一発で死ぬかな。美味しそうなのを食べればいいってこと、多分これまずいよね。あ、やばい、どうなんだろう、クイナが食べれるのってクイナのワンパンで倒せるレベルになったら食べれるのかな。食べてみて、もっと弱らせないと食べられないで、 OK、フライヤーがやっちゃいそう。あ、大丈夫だった、ビビリ死んじゃうかな、大丈夫、チタンは盗んで、これで食べれるでしょう多分。
やばい、あー食べれない。なんだっけこれ、バーサクモードになっちゃうんだろうね。あ、ミスった、死んじゃう。食べらせる、食べさせるの難しそうだね。じゃじゃじゃーん。クイナはほんとこの旅でモンスターをひたすら食べる旅になるんだ。まあでも戦ってるモンスターが全部食べられるっていう考えだったら旅も楽しいだろうけど。はこれはこ、あ違う、ここから来たんだった。この木のてっぺんにみんな逃げたってことかな。あ、宝箱、めちゃめちゃ砂が水のように流れてるけど、もう体がすごく砂っぽくなりそう。あの中覗いてみる。どう？暗くてよくわからないな。じゃあ手つかんでみて。あ、なんか操作した、砂が流れ出したぞ。え、じゃん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 、これ登れるんじゃないの。あ、いけない、いけない、これが登れそうじゃない。登れた登れた、こっちも行ける、行けない、こっちが行ける、入り組んでる。お、砂地だ。モンハンにこういうステージあるよね。なんたらのアレッジ。ニードルフォークすでに持ってるけど合成に使えるんだな。あははは、かわいい、登れん。そんなにエンカウントしない。テントを手に入れた、すごい。あ、モーグリさん大丈夫。あ、あ、なにこれ、絶対おいしくなさそう。え、でも盗めるよね、ジャンプで。あれ、なにコア、あ、これ絶対コアの方がいい。戦ってもらおう、普通に。砂嵐、どうなるそれ、スローとかになるか。あ、ダメージだけか。コアを倒したら本体死ぬよね。カウンター、え、強っ。え、これ攻撃したら全部カウンターいっちゃうのかな。これはでも多分、え、死んだ。あ、コアだけになった。え、サンドゴーレム死んだのか。え、でもサンドゴーレムも戦える。コアから盗んで、今のダウン状態だったら多分コアにダメージを与えてもカウンターされないってことだろうね。コア美味しそうじゃない。あ、動き出しちゃうかな。あー、キュッピー、やばい、普通にコア攻撃してる。食べる、多分ダメだな、食べられそうにないアリを。あ、わかった、じゃあもう普通に攻撃しよう。あいや、どうだ。あ、死んだ、よし、やった、お疲れ時短。よし、大丈夫だった。モーグリ、モアナ、モグネットあるよ多分。どうする、クポモアナに手紙を渡す。アトラからの手紙を届けてくれてありがとう、クポ。アトラからモアナへの手紙。ジタバタクポ、変な奴らが街をめちゃくちゃにしていたクポ。なんなのクポ、なんなのクポ、とんがり帽子はもう嫌なのクポ。モアナも気をつけるクポ、どこか引っ越した方がいいかもしれないクポ。そっか、ブルメシアからの手紙か。おー、ブルメシア大変なことになっているのクポ。ここは大丈夫なのクポ、ここは大丈夫なのクポ。届けてくれたお礼にこれをあげるクポ。クポの実、またもらっちゃった。モグネットなんかある。あー、オッケー、一旦セーブで。はあ、はあ、モグリからクポの実をもらえるね。多分さ、前回もモグリからもらった気がする、気がする。セーブで、オッケー、装備した。これは相変わらず読めないのか、こっ、あ、う、オッケー。なんだ、炎の杖、これは今のうちにビビにいっぱい魔法使ってもらって魔法を覚えた方がいいのかな。うわー、落ちそう、 FF7 だったら落ちそう。は、こっち、おお、
迷うぞ。でもこんだけ入り組んでたらしばらくあのブルメシアの人たちも大丈夫そう。あ、めちゃめちゃ迷いそう。え、これなんだ。レバーを操作してみる。レバー操作して悪いことなさそう。あ、迷路になってるかも。これは結構入り組んでるのでは。入り組んでてめっちゃ迷う前提だからエンカウンターもしないのでは。あ、オッケーオッケー。一個ずつ穴違うとかさすがにない。あ、ミスリルベストありがとうございます。めちゃめちゃだ、めちゃめちゃ迷いそう。あーやばい、バロリンダシロー、やー、してる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 、やばい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 、やめてやめて、出てきて。オッケーオッケー、ちゃんと変な操作をしないようにってことね。びっくりする、やばいなと思ったけど突っ込んでいってしまった。いける、こっちいける。あーやれやれ。え、これいけるの、いけないの。あーダメかな。あ、いけるじゃん。単純な操作ミス、気をつけて。最後のあっちはいけるのかな、いけないのかな、なんかいけそうな気がするけど、あ、いける。これは見落とさないようにしないと。お、なんかこっち進みそうだな、進みそうだね、進みそうだね。あ、多分ギザールの野菜、多分だけどてっぺんを目指してる気がする。この感じだとアイテムは多分いろいろ取れてないから。あーバカータラ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 。お、これ美味しそうじゃない、なんか美味しそうとは思わないけど、なんだろう、食べるところいっぱいありそう。あー倒しちゃった、食べれない、だっただー。とりあえず行ってみるか。なんかちょっと取り逃してる宝箱あって気になるんだけど、もう一回もらっても取りに行けない感じだったので、一旦行きましょう。もう頂上着くよね、大丈夫かな、大丈夫そうだね、行きます。あれ、こっち、あれ、不穏な空気だと思ってたのに、あれ、あ、これみんなネズミ族の人たち、森の新キルデア、フライヤ様ですね。いかにも僧侶がお待ちいたしておりました。お主らどうして私のことを知っておるのじゃ。ブルメシア王よりフライヤ様が来られるので丁重にご案内するよう受けたまわっております。そうか、ブルメシア王はご健在か、早速王のもとへ案内してくれ。かしこまりました。かわいい、これマスクかな、つけてんの。ジタンよ、私は王に謁見してくる。お主たちはしばらく休んでおいてくれぬか。ああ、わかったよ。さあ、こちらです。なんかすぐ追っ手が来そうな気がするけど、お連れの方は私はご案内させていただきましょうか。え、どうしよう、好意には甘えておく。じゃあ案内を頼む。それでは私の後についていらしてください。女の人だし、私は一人でおいしいものを探しに行くあるね。あ、そうなの、ビビとジタンだっけ。悪い人だったら変な薬飲まされたりしそうだけど。ここは私たちの水源です。なぜこのような高いところに水があるのかについては後ほどお答えすることにいたしましょう。さあ、お次はこちらです。こんな砂だらけなのに水とかあるんだね。ここは砂全然舞い込んでこないってことかな。かわいい、ジブリっぽい世界観。ここは私たちの町で一番賑やかなところです。と言っても今日は位置が立ってないのであまり人はいませんが、日曜日ってこと？それでは次の場所へ移りましょう。そうか、もともと住んでる人たちがいて、そこに一部のブルメシアの人が逃げ込んでるみたいな話だったね。そういえば広いのかな、
この風車が私たちの町に水の巡りをもたらしてくれるのです。はあ、上の回ってるやつ。砂嵐の力を利用して風車を回し、地上から水を汲み上げているのです。次は展望台をご案内いたしましょう。お、水を汲み上げる、すごいシステムだな。わあ、綺麗だけど外見えるの？この展望台は私たちの憩いの場です。私たちを守ってくれる砂嵐を一望でき、私たちを守ってくれる砂嵐に祈りを捧げる場でもあります。それでは最後に大聖堂へとご案内いたしましょう。へえ、じゃあ砂嵐で何も見えねえって感じじゃなくて、感謝してるってことなんだね。綺麗。この大聖堂には私たちに安らぎを与えてくださる大祭司様が住んでおられます。大祭司？なんか寺院みたい。 FF10 が出てくる。今ウブルメシア王とフライヤ様がお話をされているのがこの建物の中です。また大聖堂の中には魔力を持った石を取り付けたハープがあり、その魔力によって砂嵐を発生させています。そうなんだ。あ、人の力で起こってるものだったんだね、フレイラのこの砂嵐。お疲れ様でした。サンキュー。ナンパしないの、ジタン。お客様をご案内したのは久しぶりです。どうだった、ビビ？僕もう一度この人に案内してもらおうかな。ビビ、こういう優しい人好きそうだもんね。あ、わ、おー、すごい、吸い込まれそうじゃないこれ。あ、いけないのかな。いけない、いけない。え、これなんだろう。何の砂地獄、アリ地獄だろう。とりあえず行く。わあ、アクティブタイムイベント。嫌わないで、食べ物がないアリを嫌わないでみたい。ビビじゃない。あ、もしかしてまたあれされちゃう。あ、とんがり帽子のお化け。それ以上近寄らないで。やっぱり俺たちを襲うつもりだったのか。かわいそう、ビビ、かわいそうだな。食べ物がないやりよ、これは悔いだね。この町には何にも食べ物がないやりよ。葉っぱとか食べないの？あ、かわいい。アレクサンドリア名物クイーンズミールはないやるか。キャー。あ、南ゲット名物バンバルカステルはないやるか。めちゃくちゃかわいい、あの女の子たち。え、かわいい。すごい素敵な服着てません？月の実ミコ、クレア。この町を守る砂嵐は魔力の力によって発生させているのです。魔力を持った石を取り付けたハーブを奏で、そして神聖な踊りを踊ることによって砂嵐を維持しています。あ、じゃあ踊り子さんってこと？確かにそう言われるとそんな格好っぽい。ブルメシア兵 D、ブルメシアに残ったみんなは生き延びてくれているだろうか。いや、全滅っぽいよ。みんな逃げてきたんじゃないの？クレイリアへ逃げることができたのはほんのわずかな人数だけだ。くそ、何人くらいなんだろう。夫婦とか逃げててほしいんだけどな。原石を手に入れた。ご夫婦とお腹の子の人たちも気になるし。あ、ビビのことなんか言ってるんじゃない？ブルメシアから出たの僕初めて。そうなんだ。砂嵐の音がうるさくて参っちゃう。確かに、なんか慣れてたわ。なんか聞こえるもんね。もう故郷へ戻れないのかしら。よっ、ブルメシアで会った兄ちゃんじゃねえか。なんか必要なもんがあったら言ってくれよな。ダン。あ、買いたいです。ありがたい、いいのが売ってた。あ、入れる。おー、宿ですか？お泊まりになられますか？今は一旦いいです。時計いいな、この時計かわいい。これは宝箱、違う。あ、いけるぞ。エーテルを手に入れた、ありがたいです。旅人には、あ、モグリさん。モプリ、
何かご用クポ？モグネットなんかある？チタン宛てに手紙が届いてるクポ。ルビーかな？あ、ルビーだ。ルビーからチタンへの手紙。そんなわけで衝撃像を作ることにしたんやけど、役者が揃わへんから困ってるね。どこかに光り輝く役者はいいひんかな。こんな時にタンタラスの面々がいてくれたらどんなに助かったことかと思ったけど、タンタラスのみんなって結構当人面やしな。当たり前や。当人？盗人？盗っと？当人はないな。盗っとかなんかだろうな。役者を探しているクポ。実はモプリも役者になってみたいと思ってたクポ。でも自信がないからやめておくクポ。入ると楽しい世界っていうよ、役者の世界は。一旦セーブで。なんか思ったより平和な感じでよかった。もっと殺伐としてるかと思ったけど。こっちもいろいろ行けそうだな。こっちクイーナがいた場所じゃない？僕は何も。アクティブタイムイベント。え、そんなに追いかけられてるの？言ってみろ、なぜブルメシアを襲ったんだ。こんちくしょう、こんちくしょう、こんちくしょう。かわいそうだよ。おやおや、皆さん穏やかではありませんね。こいつがブルメシアを襲ったやつなんだ。僕は何も。かわいそうだな。もうこうなってることあるんだから、ビビはさ、一人でいると僕ちょっといろいろ言われちゃうんだってジタンに言えばいいんだよ。そしたらジタンがハッてなって一緒にいてくれるから。こんにちは。星の巫女ニーナ、アイテムなら少しありますが。ありがとうございます。クレイラへお客様が来られるのはかれこれ100年ぶりになります。本当に？この人何年来てるの？こっちがさっきクイナが言ってた場所じゃない？あ、そうだ、やっぱり。アクティブタイムイベント。キノコあるよ。あー、これね、確かにあったけど。それオブジェっぽいから食べないでほしい。このキノコ、初めて見るキノコあるよ。ダメだってば。食べられるあるか？食べたのかな？食べてそうだな。憩いの場。どこの言葉でしょう。あの、あるよっていうのは語尾ね。エプロンをした変な人のお友達ですか？お友達かな。連れです。私たちクレイラの民はブルメシアの民と同じく踊りの民です。あ、そうなの？しかし私たちはコラギョルの伝統を守り続けているので、その踊りの持つ魔力はブルメシア以上だと言われています。ほう、みんなそんな格好してるんだ。その昔、クレイラの民とブルメシアの民は同じ地で共に暮らしておりました。しかし部門を重んじるようになったブルメシアの民との争いを避けるため、この木に移り住むようになりました。ああ、そうね、確かに力って感じだね、ブルメシアの人たちは。クレイラの民が私たちを招き入れてくれて本当に助かったよ。そうだろうね、あんだけ偉い目になってたし。ここの奴らはちょっと話しかけにくいけど、結構いい奴ばかりみたいだな。美術系と運動部系って感じ。美術部と体育系ってなんか派閥ある気がするからな。入ったら怒られる？お邪魔しまーす。フライヤー。入れないよね、多分。一般の方のなんたらかんたらお断りしておりますって言われる気がする。ただいまこれより先はお通しするわけにはいきません。フライヤー様からジタン様への伝言をことづかっております。ジタン、少し時間がかかるやもしれぬから、みんなでやでやで待っといてはくれぬかとのことです。喋り方まで真似してくれる。フライヤーのあの喋り方何なんだろうね。なんであんなこう何々じゃみたいな喋り方するんだろう。謎は分かっとけ。何、今ジタン落ちたのかと思った。庭園だ。どうしました？何の騒ぎですか？子供がアントリオンに襲われてんだ。アントリオン？アントリオンがいつもおとなしくしているのにどうして？なんとかしてあの化け物をおとなしくさせられねえのか？困りましたね。取り急ぎ私は大祭司様にご報告してきます。おい待てよ、そんな悠長な。ああ。たくクレイラのやつってのはどいつもこいつものんびりしてやがる。
おい、そこの兄ちゃん、腕に自信があったら手を貸してくれねえか。腕に自信があったら。あ、でもマックス回復はしている。待って、装備ちゃんと整えてから一人で戦うってことだよね。装備万端だし、こっちにいるのかな。どこに行ったんだろう。あ、見た。あ、違う違う違う、そのなんか誰か人さらいかなんかに会ってるんだよね。あ、こっち、こっちか、走ってるもんね。と、大丈夫ですか。この横っちょで子供がアントリオに襲われてるんだ。横っちょってあの砂嵐のアリ地獄のとこね。あれ、こいつがアントリオンか。子供ってこの子、あの子じゃん。懐かしい、あのパックって最初にビビを案内してくれた子。色違うけど。あふふふ、助ける助ける。おい、しっかりしろよ、今助けるからな。鳥かと思った。まだ大丈夫。あ、フライヤー、今王様との話中じゃなかったの。あ、伝えてきてくれたんだ。あ、大丈夫だ。大丈夫じゃないぞ。その声は知り合い。え、もしやパック王子ではありませんか。おー、フライヤー、久しぶりじゃの。じゃの、喋り方一緒だ。ギャー、大丈夫？痛えなこの野郎。元気だ。え、めちゃめちゃみんな知り合いじゃん。王様だったの、しかも。ここの世界の王女王様はめっちゃみんなアクティブだな。すごい。でもなんか食べたらカニみたいな味しそう。あ、今ね、ジタにリフレクをつけました。みんなで戦ってくれるのか。装備変えとけばよかった。ストーム、うわ、やばい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 。ハイポーションで、あ、そっかそっか、オートポーションがついてる人たちがいるから、フライヤーもつけといてほしいんだ。オッケーオッケー、オートポーションよかった。そしてフライヤーはすぐ槍で飛んでほしい。オッケー、間に合うか。ファイラ、時短だ、帰ってくるぞ。オッケー。で、アイテムの目薬を自分につけて、黒魔法のブリザードをアントリオンに。アントリオンって感じじゃないな。でも美味しそう。カニみたいな実装じゃない。まだ盗めるか。これさ、死ぬんじゃなくてギリギリまでになるってことか。そういうことだよね、多分。どうだどうだ、そろそろ倒せるか。食べてみて。食べれないっていうかな。食べる、食べられそうになる、ない、ある。オッケー、わかった。じゃあアイテムの、あ、やった、よし。この攻撃ゲージがなくなるってことはやったってことでしょ。食べられそうじゃない。おいしい、背中に生えてるのなんかメカブみたいだし、美味しそうと思っちゃったんだけど。名ワクチンエーテル、 OK です。大丈夫だった。王子、ご無事ですか。オーフライヤー、久しぶりだな。しかし、どうしたのですか。長い間ブルメシアを出たまま行方知れずになっていると聞きましたが。うん、ちょっとな。さあ、大聖堂にはブルメシア王をもられます。会いに行きましょう。親父か。いや、親父に会うのは照れる。よろしくとだけ言っておいてくれ。じゃ、王子。すごいな。ビビ、元気でな。覚えてくれてる。うん。うんって。なんだか生意気な子供あるね。ビビの方がよっぽど可愛いあるね。あの子、僕の初めての友達なの。初めてのなの？ちょっと追いかけてくる。わかった。あー、いいな。ビビがちゃんと自分の意思で動いてくれるの嬉しい。あ、これが王様か。そうか、パックが来ておったのか。相変わらずの、なんて読むの、漢字がすごい難しい。アイスとは久しく会っておらんの。私がブルメシアを出た一月後にパック王子でも出たと聞きますから、もう5年です。え、今いくつ。
今6、7歳ぐらいに感じてたんだけど、2歳ぐらいの時に出てるってこと？しかしパックといい、フライヤーといい、この危機にわしの元に帰ってきてくれるとは感謝しておるぞ。おう、クレイラ大祭司、フライヤー様、我々はこれから古来より伝わる砂嵐の力を強めるための儀式を執り行います。クレイラを取り巻く砂嵐の力を強めれば敵も諦めて帰っていくことでしょう。そこで竜騎士であるフライヤー様の力を加え、より強力な砂嵐を作りたいと思うのですが。ブルメシアとクレイラが一つだった頃から伝わるあの儀式のことですね。わかりました。ほう、ジタン、私はブルメシアを守ることができなかった。もうこれ以上ブラネの思い通りにはさせたくないのじゃ。フライヤ、なんだか変わったな。初めて会った時はそんなに強い心を持ったやつだとは思わなかったぜ。フラットレイ様が願ったブルメシアの平和はついに叶えることができなかった。そうだね、そうだね。それで出て行ったんでしょ、そのフラットレイ様っていう人は。死んじゃったって噂だけ残してる人だよね。今の私にできることはこの美しいクレイラを守ることのみ。クレイラを守ることはきっとフライヤ自身のためにもなると思うぜ。自分自身のため。そうだね。踊るってこと？あ、これが魔法の石がはめられたハープ。